とは伏黒パパが、はい、当時がね出てきましたけど、パパがね強いね、強かったね、大将やばい、驚いちゃった、うん、いい肉体してたし、フィジカルギフテッド俺も欲しいフィジカルギフテッド欲しいね、欲しいよね、あれ欲しいよね、もう何もしなくてもムキムキみたいなムキムキだでも小安さんとなんかお話とかしたりは、はい、結構ね、そうですね、あの、うん、小安さんとご一緒させていただく機会が、うん、あのこの呪術だけじゃなくて、うん、別の現場でもあったりしたんですけど、会った時に毎回息子よって言って、なんかすごいな、役得だね、その親子すげえな、パパって言ってる、パパシグロ絶対言わねえパパそう言わないな毎回これね、あの会社がテーマなんだ、この話してる、素敵な関係性そういいね、なんか思った以上にほのぼのとした、ね、ほっこりしてる、あの中の人はねすごいほのぼのしてるんですけど、あのエピソード出てきたな、ちょっと家系的にはねだいぶちょっといろいろあった複雑なね感じの家系ですけど、そうだね、シグロ全員はね、うん、あーでもシグロ全員、逆あびっくりした、シグロ系全員系がねちょっとそうそうそうシグロ全員って名前じゃないあれそんな人いたっけと思ったら違うよ、そうね、あの一家がね長く続く家だといろいろね、そう、いろんなね、かわいい。